え？みんな。みんなロビー開けない。え、なんかさ、え？ロビー開けないんだけど。あ、開けた。え？え、なんで？え？下に降りると使えるよ。ほら。なんかこの手すりの上にさ、ちょっといるとさ、使えなくなるんだけど。あ、使える。あれ、なんで？皆さん、こんにちは。本日、サーモンラボをフェスの最中にやっていきたいと思います。なぜ、フェスやらないでサーモンをやっているのかと言いますと、特に理由はないんですけど、なんかフェス中のサーモンランって特別な感じがして、まあ、俺的にはね、すごい好き。はい、マッチングしました。荒巻トリデです。よろしくお願いします。ということで、荒巻トリデのサーモンラン。まあ、いつもはね、一人でやってるか、もしくは、ライバルのヒデオさんが、なんかね、一緒にやってくれるというか。ただ、ヒデオさんは、下手っぴなので、俺とやんないと勝てないらしく。まあ、伝説まで上げてくれという、介護が始まるのでね。一人でやるときも作りたいですよね。一人でサーモンやる動画を撮るのは久しぶりでございます。うえ。生放送とかいっぱいあるんだけどね。うれ。今回なんだこれ。カーボンローラーすごい。使いやすいな。普通のローラーも使いやすいと思うけど、俺こう叩くのが結構好き。コロコロあんましないんだよな。叩いて、ここら辺の敵倒しつつ、射程短いから他の人が、チャージャーがね、チャージャーが周りを倒してくれやすい状況を作る。こうやって倒して、あっとっとっと危ないよ。このまま。うわ、殴られてる。待って、猫が邪魔して見えない。猫が邪魔して見えない。おい、ドラ、ドラ、見えない。ちょっと危ない。危ない。上のこれ、俺倒せないから誰かに言ってもらわないとまずいですね。よいしょ。さあ、プレッサーめっちゃ来てますが、インクもなくなっておる。行くしかないと思ったら行ってくれた。よかった、よかった。まあ、うち、射程が、さてじゃねえ、シューターが二人いるので、シューターに任せられるんですよ。はい。で、ノルマもこれいけそうですね。余裕ですね。オッケー、危ない。これ濡れないと。濡れないよ、オッケー。まあ、こういう鮭たちは俺が倒してもいいですよ。はい。見えない！邪魔邪魔邪魔！ドラちゃん？ドラちゃん？ごめんなさい、猫ちゃんがいつも通り邪魔をしてきます。俺が一人で喋りながらゲームするといつも来るんですよ。はい、ナイス。気づいた人もいると思うんですけど、俺金のいくら全然入れてないです。ただ、なぜ入れないのかというと、なんか個人的に入れるのって誰でもできる。でも倒すのって難しいじゃん。俺結構得意なんですよ、サーモンラー。もう自分で言うのもなんですけど、得意なんですよ。なので、俺が倒すから入れてくれっていう精神でやってます。そうすると、勝てるようになりました。結構本気で勝てるようになりました。で死なないように行くってのが大事で、見えないわ。最悪だこれ、見えないの。チャージャーで見えないの一番最悪だ。いい。チャージャー好きなのにな。とりあえず爆弾とか、ドスコイとか、ダメージを、耐久値高いやつとか、撃ってあげるのが、ありがとう。いいのかなって。こういうのはもう味方に任したいけど、行ってないので、これはもう俺が行くしかないですね。届かない。よいしょー、オッケー。味方行ってくれた。肩パッドも左側だけなら入れられる。いや、もう右も入れちゃおうかな。はい、入りましたね。ちょっと見えづらいけど入りました。俺ならわかりますもん。で、ダイバーは下かな上かな上だな。まあ、倒してもいいや。金の鮭をこっちに連れてきていただければ。あ、死んじゃった。死んじゃったよ。まあ、でもダイバー。24個は、こっち連れてきて。あ、そう、このまま。これ倒し、あ、1個 ?1 個なの？渋いね。そろそろ倒しに行かないとまずは、もう入れない方がいいな。これはまずは、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。ヘビは倒しとかないとね。ヘビ来たね。おっと。ちょっと待って、ヘビを先倒すか。ナイス。で、UFO、あ、当たらなかった。UFO を倒しとかないと、重くなるんですよ、回線が。回線っていうか、もうゲームが重くなっちゃって。やばいな、時間やばいということは。これを投げとけば、いいから、オッケー。ちゃんと時間もみたいなのを入れることもできるので。よいしょ。
ただサメのスペシャルが2個残ってますね。オッケーオッケー。あれも金のイクラが奥側で死んじゃったから入れるのが大変だったんだろうな。はい、簡単ですわ。荒巻き以外、荒巻き以外簡単ですわ。てかムニエールもムニムーニも簡単なの、あ違う、シャケナナムも簡単なので、もうシャケはちょろいですね。俺がこれ右か左かどっち入れる。じゃあ俺右入れる。オッケーオッケー、なんか2個入れてくれた。よしよしよし。右側来てない、ちょこちょこ確認するのがおすすめです。これ倒して左側入れといて、ナイス、味方も入れてくれた。あ、いいね。上の倒すか。オッケーオッケーオッケー、倒した。で、鮭処理とかちゃんとしないといけないですね、これ。あー、オッケーオッケー。これはプライムシューターが倒しやすい。柱はプライムが倒しやすいけど、別に俺が行ってもいい。とか、手前に置いてあんの一番嫌なので、オッケー、倒しておきましょう。おい。あ、やばい、やばい、いっぱい降りてきた。ちょっと待ってね、これ倒したいから、チャージャーが倒してくれるかわかんないので、一応俺が行っちゃいますか。はい。はい、で、危ないね。しっかり撃って、ヘビも倒して、これちょっとサメ残ってるんですよ。あ、まずい。あ、食われ食われない、生きてる、素晴らしい素晴らしい、今のは。もうこれサメでいいや。はい。サメの無駄遣いかな。あ、味方やられてるね、オッケー。助けてあげて。これチャージャー倒せないか、無理かな。無理だったら俺が行く。はい、オッケー。あっち側大丈夫かな。てか、時間がやばい。時間がやばいので、投げて、もう一個。はい、26個、OK。最後に無駄の、使っちゃいましょう、OK! 無駄のサメって言おうとしたけど、無駄のって言おうとした。言っちゃった。無駄らしいサメは。ちょろくない？みんな。ちょろいでしょ？サーモンラン。マンチョウが一番難しいって多分、思ってると思うんですけど、俺的にはね、いっぱい倒せるから楽しいんです。はい、ありがとうございました。フェス中だからかな。すげえ楽しい。フェス中じゃなくても楽しいけど、特別楽しい。結構頑張れたんじゃない？ほら。1000、1人、4桁いった、倒した数。まあ、あんま入れてないけど。はい、待ち受けしました。荒巻トリデです。よろしくお願いします。ということで、今回は鮭を縛いていこうと思ってるんですけど、みんな鮭が好きそうなネームプレートしてますね。俺も今ネームプレート変えてるんですけど、これは鮭仕様になってて、でも変えるのめんどくさいからずっとこれっていう。カンストさせたいな、まだ。ノラでカンストさせないと俺友達とやらないようにしてるんですよ。ヒデオさんはまた別で。なんか、あんま友達とはやらないようにはしてるんですよ。やっぱ一人で金のバチ手に入れてっていう願望あるじゃないですか。またちょっと頑張りたいと思います、それを。うれぇ。いいね。で、もう一匹どこから来てんの？あ、とりあえず倒しとくか、ナイスナイスナイス。あ、そっちから来てんのか。グリーは、こっちに誘導しないと、きついので、こっちまず呼ぶじゃないですか。このまま俺、上、敵のように上行っちゃうと、グリーがこっち来ないんだよね。そう。ここで倒せないんだよ。上登ってきっちゃうから。あ、やべやべやべ。あ、やべやべやべ。そう、こうなっちゃう。これなるときついので、OK、OK、ナイスちゃう、じゃないちゃうが。本当は誘導しなきゃいけないんですね。1匹、2匹。あ、2匹そこから来るんだ。てか、味方そこまで動くんだ。カニで、ああ、なるほど、なるほど、どうしよう、どうしよう。あ、でも止めてくれてる、これ、止めてくれてる。え、なに？あ、小鮭にやられた！マジか、ごめんね。小鮭にやられちゃった。これさ、味方張り付くんじゃね？あ、いいや、この間に入れよう。味方があっち行ってる間に入れよう。こういうね、判断ができる。こういう判断ができるといいですね。おい、小鮭やめろ、ほんとに。もうこれ、ローラー使いたい。あー、逃げられた！オッケーオッケー、自分についてないから今入れるチャンスなんです。赤い線がついてない時は入れるチャンス。覚えててみんな。で、グリルの進行方向にいなければ大丈夫。はい。これ味方もね、うまいことね、誘導してくれてましたね。まぁ、ちょっとなんか、ちょっとなんか危ないシーンもありましたが、これ俺についてるので、じゃあ、俺はこっちに行きましょう。はい。俺はこっちに行って呼びましょう。オッケー、ナイスナイスナイス。まあ、グリルは荒巻き取りでそんなに難しい感じはしないな。金のハエなんだよな。問題は。金のハエが一番難しい。金のハエは皆さん、
ここですよ、ここ。俺が今いるところがおすすめで、ここでみんなで売って、金のいくら貯める。金のいくらを貯めた後に、溜まりきった後に、金の灰がついた人がここに貼り付く。で、その間にみんなで入れるっていう作業。多分、そういう動画がないと難しいんだけど、見本のその、ね、動いてるとこがないと難しいんですけど、理屈的にはそうなんです。まあ、覚えといてください。いつか生放送とかでやりたいと思ってるんですけども、なかなか味方もね、気づかなくてね、無意味な失敗に終わるんですよ。これ、プレッサーいけないな。プレッサーいけない。これプレッサーいけない。オッケー、とりあえず爆弾倒した。モグラも連れてこよう。うん、味方一人やられちゃったけど、あ、任した、俺が入れる。君は俺が助けてあげます。このまま爆弾も行きましょう。爆弾行った。で、プレッサーいけないや。いや、いけるけど、いや、いけないや、これ。どうしよう。スペシャル使ってもいいなぁ。はいはいはい。こじゃけ倒してもらって。はい、これ俺が、しっかり倒して、行くかもう俺が。パシャパシャで行きましょう。あ、やっぱ行かない方がよかった。もうお尻にやられたか、タバットの。これホップソナで蘇るかも。よし。ついでに、彼らも、三下どもを倒しておいてやろう。で、残り24個でしょ ?1 個は投げて入れられる。オッケー。で、味方がもう1個持ってきてくれた。あと1個ですね。あと1個。それ味方が言ってくれる。じゃあこれでいいかな。危ね。あ、ナイス。こういう数残り何個足りないとか数えとくと、クリアに直結するので、おすすめです。皆さん頑張ってください。僕もお酒結構得意なのになっちゃったので。あとはガチマッチやらなきゃなので。まだバンカーなマッチか。B プラスだから、B プラスのとこ。B、でも鮭面白いよな。面白いんだよ、鮭。すげえ面白い。サーモンラーンハマる人が、急増症、急上昇。あ、左が入れるよ、俺。そのまま右、青レス。よし。よし、倒せ、倒せ。後ろから多分撃ってくれてるはず。おっと、俺が撃とうかな。はい。で、入ってくれる、オッケー。あ、俺上行くよ。あ、いや、ありがとう、ありがとう。で、これ、無理して入れるわけでもなく、ま、倒しつつですね。この倒しつつ、しっかり正面入って倒しましょう。で、あー、取られちゃった。取るな、取るな。俺らの取るな。あー、やられてる。はい。はい。とりあえずトルネードで、体勢整いましょう、整いましょう。あ、倒せてないですね。ちょっとやばいので、あ、やばいこれ。こっちで逃げないとまずい。よっしゃ、あれ来てる。ナイスナイス様。ナイスナイス、マジでナイス。ボム入れておきましょう。これ処理が追いつかないとまずいので。ボムはオッケー、ナイス。左で入れといた。ちょ、スペシャルは溜まってますね。はい、とりあえずここに打っちゃおう。オッケー、倒した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 。オッケー、オッケー、3つも当てれば倒せるでしょ。で、これ塗って、はい。全然追いついてる、処理。あー、あれ行かなきゃ。しっかり爆弾倒してから、おっと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 。ふっ。で、こう、オッケー。リカロールしっかり使えば。この子たちも倒しやすいので、UFO ね。UFO倒しやすいので、いけます。なんか、小酒の処理もしとかないと重くなっちゃうからな。危ない。あ、蘇って。あ、いいね、いいね。ほら、余裕じゃないですか。やはり俺は倒すときに回ると。てか、満潮楽しい、荒巻き合いの。満潮が。余裕っしょ。こんなん。ねえ。ありがとうございました。なかなか頑張ったんじゃないか。みんなもね。初心者プレートいる。初心者プレート、これわざとかな。わざとなのかな。はい。ありがとうございました。ほら、俺4桁行くんよ、いつも倒した数。1000行くんだよ。金いくら。赤いくら。